7月は京都の祇園祭りをはじめ全国的に祇園祭りが行われます。早速ですが、祇園の字どれが正しいと思いますか？答えはこれとこれです。示す辺についてはどちらでも書いても正解です。この一画多い字は全く違う漢字で死と読みます。最近は手書きよりパソコンという方も多いと思います。ではパソコンで祇園と入力してみましょう。なんと全く違う字のはずの一画多い字も変換候補として出てきます。紛らわしいですね。実はこの一画多い方の字を使って祇園と読ませる地名があるのです。川崎市中原区木月祇園町です。祇園の地名は全国的にあり、普通はこちらの祇園なのですが、地名別の地名が存在するためにパソコンでは変換候補に登場するのでしょう。新聞記事のほとんどはパソコンで書かれていますから、この季節校閲記者はとりわけ注意を払います。間違いないためには祇園ではなく祇園祭りと入力して変換すると良いでしょう。すると正しい字しか出てきません。参考にしてください。